19世紀のオジブワの5人の宗長、オジブワの宗教を人類学的に研究したことで、新しいアニミズムが生まれた。アニミズムとは、生物、無機物を問わないすべてのものの中に霊魂、もしくは霊が宿っているという考え方。19世紀後半、イギリスの人類学者、エドワード・バーネット・タイラーが、著書、原始文化の中で使用し定着させた。 日本語では、反霊説、精霊信仰、地霊信仰などと訳されている。この語は、ラテン語のアニマに由来し、規則、霊魂、生命といった意味である。タイラーはアニミズムを霊的存在への信仰とし、宗教的なるものの最小限の定義とした。彼によれば、諸民族の神観念は人格を投影したものという。現在でもこの語は、 宗教学で触れる際など抜きにしては考えられない子であるが一方平のアニミズム感に対してはマレットが未開民族の間では人格性を変えた力あるいは生命のような還元もあるとしそのアニミズム以前の状態をプレアニミズムと呼び同様の概念はアニマティズムバイタリズムダイナミズムなどとも称されたまた研究姿勢に対しては類推的であるとか 進化主義的であるなどの批判もされる。原始、未開社会で行われる宗教の超自然観は、アニミズム的であり、霊的存在に対して、呪術的に関わる。特定の階層がなく、儀礼が公的に行われる。法、政治、経済、道徳、慣習などと密接に関わり、再生が一致し、祭りと経済的活動が同一の場で行われ、タブーが法的。 または、道徳的観念、行動と重なる、多くの民族宗教が類似する特徴を保持する。宗教人類学において、アニミズムとは、多くの先住部族の信仰体系を表す言葉であり、特に最近になって発展した、組織宗教との比較対象のために用いられてきた。アニミズムは、人類学者のエドワード・バーネット・タイラーが1871年に発表した著書。 未開文化の中で魂やその他の精神的な存在全般に関する一般的な協議と定義された。タイラーにとってアニミズムは最も初期の宗教の形態であり、段階的に発展してきた宗教の進化の枠組みの中に位置し、最終的には人類が科学的合理性を求めて宗教を完全に拒絶することになると考えた。このようにタイラーにとってアニミズムとは、 すべての宗教が成長する現響となった基礎的な誤りであった。アニミズムの進化論的解釈は各方面で批判されており、今日では問題外と考えられている。死者となった祖先の霊魂の存在を認めて、たたりを恐れ崇拝の対象とし、あるいは守護を願う資料崇拝は未開宗教におけるアニミズムの一形態とされている。 死を、霊魂の永久離脱として、高いに赴くが、死料や動物霊は定められた時にこの世を訪れ、人について、健康を損なわせるとされる。狐月、き、ヤコ月、お先月は、動物霊憑依の霊である。日本神話では、神代期の雨の渦め命、ス神期のヤマトトトヒモモソヒメ命、中和期の神宮皇后などが突然神がかりして、競争乱舞するなどして、 たたりが表現されてきた。未開社会ではシャーマンによる呪術が行われるが、日本では怨霊のたたりを鎮めるために神社を建て、神として祀った。新宗教の多くが不幸を、先祖のたたりなどの因縁話として、先祖用祖や図書礼の条例、鎮魂を進めている。自鎮祭の費用、先祖用の祈祷料、玉串料などが慣習として神社に支払われることがある。 警視庁などでは、玄関に入って、すぐ悪霊がついていると分かった悪霊がついて、次々に不幸なことが起こります。この壺は悪霊を取り除く力があります。党の霊感商法を悪徳商法の一種として定義している。様々な文化圏の人物が仲介者のような役割を果たしている様子を描いた作品、文献上では、シャーマンと呼ばれることが多い。アニミズムが、 単に単一の広範な宗教的信念であるのか、あるいは世界中の様々な文化圏で見られる多くの多様な神話からなるそれ自体が一つの世界観であるのかについては意見の相違が続いている。このことはまたアニミズムが倫理的な主張をするのかしないのか、あるいはアニミズムが倫理の問題を完全に無視するのかという論争を引き起こしている。アニミズムは半信論とは異なるが、 この二つは混同されることがある。主な違いの一つは、アニミズムは全てのものが精神的な性質を持つと信じるが、半身論者のように存在する全てのものの精神的本質が統一されているとは考えていないことである。アニミズムでは個々の魂の独自性を前提とするが、半身論では全てのものはそれぞれの精神や魂を持つのではなく、 同じ本質を共有している。アニミズムはすべてのものに魂があると主張し、物活論はすべてのものが生きていると主張する。こうした立場を半信論と解釈することについては、現代の学術界では支持されていない。現代の半信論者は、この種の理論から距離を置こうとしており、経験の偏在性と心や認知の偏在性との間に区別をつけるように注意している。 多くのアニミズム的世界観では、人間は他の動物や植物、自然の力とほぼ同等の立場にあるとみなされることが多い。動植物やその他の事物に人格的な霊魂、霊人が宿るとするアニミズムは、非人格的な超常現象、超自然的な呪力を崇拝するマナイズムとは区別される。1922年、フィリピンの糸ネグ族の女性ジャーマンが、 ピナリングと呼ばれる水に溶けた石に宿る村の死後兄とアプデルに備え物をしている写真。シャーマンとは前例や悪霊の世界にアクセスし影響力を持つと考えられている人のことで典型的には儀式の際にトランス状態に入り占いやヒーリングを行う人のことである。ミルチャ・エリアーデによればシャーマニズムはシャーマンが人間界と霊界の間の中介者。 またはメッセンジャーであるという前提を包含している。シャーマンは魂を修復することで病気や疾患を治療すると言われている。魂や精神に影響を与えたトラウマを和らげることで個人の肉体のバランスと完全性を取り戻す。シャーマンはまたコミュニティを悩ませている問題の解決策を得るために超自然的な領域や次元に入る。シャーマンは 迷える魂に導きを与えたり、異質な要素による人間の魂の病気を改善するために他の世界や次元を訪れることもある。シャーマンは主に精神世界で活動し、それが人間世界に影響を与える。バランスを回復することで病気が解消すると主張する。エイブラムはエリアーデが提唱したシャーマンの役割について超自然的ではなく、 より生態学的な理解を明確にしている。インドネシア、ネパール、アメリカ大陸での自らのフィールドリサーチに基づいて、エイブラムはアニミズム文化において、シャーマンは主に人間社会と人間以上に活動的な機関である地域の動物、植物、地形との間の仲介者として機能することを示唆している。したがって人間社会における個々の不調を癒すシャーマンの能力は、 人間社会とその社会が組み込まれている生物のより広い集合体との間の互形関係のバランスを取るというより継続的な実践の副産物だとする。バングラディッシュのディナジュプール地区のサンタル村にある聖地。アンダマン諸島の人々の宗教はアニミズム的一神教とも言われ、宇宙を創造したパルガという唯一の神を第一に信じている。パルガは 自然現象を基人化したものとして知られている。ありがとうございます。